あれ、ブラハ、どうしたの？いや、マービンを見つけたんだが、動かなくてな。どれどれ？ああ、先に来た他のチームに漁られて、まだルーレットできない状態みたいだね。壊れてはないみたいだからよかったよ。そうか。おい、何やってるんだ？マービン精密機器なんだぞ。殴るなよ。いや、所詮は機械だ。叩けばもう一回ぐらいできるかと思ってな。こっちに調査ビーコンだ。私がやろう。ありがとう、ブラハ。頼むね。ああ、任せておけ。え、待って、何の音？調査ビーコンの音。だから精密機器！安心しろ、クリプト。斜め45度に叩きを入れるのがコツだ。そうなんだ。ダメになるね。昭和の母ちゃんの豆知識やめろ。あれ？おかしいな。僕の画面映らなくなっちゃった。なんでだろう、おかしいな。後でクリプトに見てもらわなきゃ。パス、それだったら私が直してやるぞ。いや、いいよ。遠慮しとくよ。試合が終わったらクリプトに見てもらうから。まあ遠慮するな。これでも機械は得意な方なんだぞ。あ、痛い、痛い。おい、パス、あんまり暴れるな。痛い。この45度の角度が大事なんだ。クリプト助けて。まあパスはいいか。昭和の母ちゃんの豆知識。やあ、おっぱさまー、見て、反射して。うわ、セクシーセンキュー。やあ、おっぱさま素敵。やばい、反射もらえちゃった。やあ、コースティックおじさまー、ミステリアスで素敵。反射して。けど素敵。かっこいい。あー、ミラージュ様、クリプト様、今日も素敵。ファンサして。あ、おい、クリプト、お前ファンサの対応悪いってツイッターによく書かれてんだから、今日ぐらい甘い言葉ささやいてやれよ。いや、俺こういうの苦手なんだけどな。いいのか、またツイッター炎上するぞ。しょうがねえな。え、何、超怖い。クリプト様が近づいてきたわよ。超かっこいいけど超怖い。3人は殺してる顔してる。ソータン。うわー、お覚悟で何言ってるか分かんないけど、ファンサもらっちゃった。お前、心臓が破裂しそう。やるじゃん、クリプト。あれってお前の母国の言葉だろ。なんて言ったんだ。ああ、それか、砂糖。甘い言葉ってそういう意味じゃねえよ。ねえねえ、聞いて。僕に彼女ができたんだ。みんなに紹介するね。パスに彼女？本当に？おめでとう。びっくりだわ。やだ、殺さなきゃ。殺しちゃダメだよ。よろしくお願いします。アッシュです。どうぞよろしくお願いいたします。あら、意外と礼儀正しいよね。かわいいね、愛しのベイビー。あと、私はあのポンコツロボットの恋人ではありませんので、あの出来損ないのロボットどうにかしていただけませんでしょうか。今回のレジェンドはずいぶんしっかりした人ね。あ、人ではないのか。え、何喋ってるの。こんなクソロボット、直してもらった恩を返すのがこれ。今回もまた私たちを裏切るんだろう、このバケモノめ、クソロボット。クソロボットとはいいご挨拶ですね。私は言葉の乱れが大嫌いです。クソなんて言葉を使わずに、正式にうんこロボットと言った方がいいんじゃないでしょうか。引っかかるのはそこなのね。悪口は言われてもいいのね。あー、そういうことじゃないよ。本当に融通が効かないね、最近のロボットは。うちのレブラントの方がまだ可愛いよ。だからクソではありません。うんこロボットです。早く言い直してください。うんこロボットです。まともだと思ってたけど、また厄介なのが来たわね。あれ、ツイッターでクソリプを飛ばしているタイプね。ねえ、ホライゾン。なんであなた、アッシュが嫌いなの？一見真面目でいいロボットっぽいわよ。わかってないねえ、あんた。あいつはとんだ意地悪ロボットだよ。私にしょうもないいたずら、いろいろ仕掛けてくるんだから。へえ、いたずら？どんな？
例えば、私が炭酸でも飲もうかねーと思って自販機に缶で入れたらさ、私がお住まいにあのパンカツロボットが押しちゃって飲みたくもないおしるこが出ちゃったり。あら、地味な嫌がらせね。またある時は新品の消しゴムを返したら、全部の角を使われてまん丸で戻ってきたり。あー、いるいる、そういう人。角使うやつね。あげくの果てには、私の愛用の自転車のサドルがブロッコリーに変わってたんだよ。絶対あいつの仕業だね。あら、それはさすがにひどいけど、なんか大喜利みたいになってるわね。これからもいろいろしょうもないいたずら仕掛けてくるつもりだよ。だから私は嫌いなんだよ。なるほど、そういうことね。明日も何されるかわかんないわよ。ちゃんと気をつけておかないとね。あら、噂をすれば。はぁ、なんだいこのクソロボット。ええ、どうも、うんこロボットです。明日はあなたの飲み物すべてめんつゆに変えてあげますね。あの、奥さん。うわ、レイズじゃねえか。どうした？少し話が。なんだ？告白か？自意識過剰ね。違うわよ。実は。プロポーズか？そんなわけないでしょ。だから、私、何か変わってるところ、わからない？あ？変わってるところ？ぱっと見いつもと同じだろ。ほら、よく見て。あー。あ、太った！それは前からよ。だったらなんだよ。ほら、アナピアス。形が変わってるでしょ。なんで気づかないのよ。あれ、鼻ピアスだったのか。俺てっきり鼻くそかと思ってた。あんた、プチ殺すわよ。え、プチ。ねえねえ、オクタン、私なんか変わったと思わない？ワットさん、お前もかよ。だからいつもと変わんねえだろ。うんうん、私がいつも可愛いことは分かってるんだけど、今日はいつもと違うの。こいつメンタルプレデターかよ。うわ、入浴剤変えた。必勝、変えてねえよ。もう違うってば。ほら、わかんない？前髪を1センチ切ったの。あ、だからか。お前、美容室駅前のに変えただろ。いや、必勝。ねえねえ、オクタン、僕何か変わったかわかんない？ああ、いや、いつもと同じポンコツだけどな。ポンコツじゃないもん。よく見てよ、変わってるから。お前、レイスとかワットソンとかと違って変えようねえだろ。僕も変わってねえよ。もう、ほら、僕の目見てよ。いつもよりキラキラしてるでしょ。目の LED を変えたんだよ。なもんわかるか。